子どもさんにとってはこうワクワクのこのビジターセンター、今回のこの応援プロジェクトかなりいろいろですね。あ、そうですね、はい、やっぱり自由研究ということでね、本当にどんなテーマを選ぶかから自由だとは思うんですけども、意外とね、何しようかなって悩むお子さんも多いんじゃないかなと思いまして、ここに来れば何をやろうかなっていうヒントが得られるっていう、そういう、こう雰囲気のこう誘導になってますよね。そうなんです、はい、で、ビジターセンターは、国立公園のビジターセンターですので、ここはやっぱり自然系っていうところで、はい、まとめていければいいのかなと思いまして、ざっくりと4つ、はい、動物、はい、植物、大地と空の4つ、目の前をちょこちょこ動いているアリさんみたいな小さい生き物から、こう見晴らかす大空、夜空、天体、大宇宙までというふうに、ちょっと風呂敷を広げさせていただいております。これはちょっと大人の方にとってもちょっと勉強になりそうな、ぜひ親子で学んでほしいですよね。そうですね、うん、そうしていただけるとね、ありがたいかなというふうに思います、ね、はい、ぜひぜひちょっと自由研究何がいいかなと悩んでいる方は、このビジターセンターでいいヒントを得に来てもらえるといいですね。そうです、あくまで応援プロジェクト、お手伝いはしませんよ、うん、でも頑張るのは君だよという、でもそれがまさに自由研究ですもん ね、はい、なるほど、はい、遊びに来たついでに、あ、この自然を使って何かと思った方はこちらに寄ってもらえるといいですよね。そうですね、はい、で工作、クラフトの方はですね、結構接着剤を使いますので、はい、完成してからやっぱりすぐに持って帰るのはちょっと難しいかなと思うんです。接着剤が固まるまである程度森歩き、自然の中の自然観察の散策をご案内いたします。でそうするとさらにこのここでヒントを見つけていただいて、クラフトで工作をしていただいて、それが乾くまでの間一緒に森を歩いて、お、これめっけっていうようにつながると、もう言うことはないというですね。ここに来ればいい、もう本当に内容の一日が過ごせそうですね。本当にそんな風に過ごしていただけると僕らもすごく嬉しいです。やっぱりね、マスクしてると自然の中の匂いがなかなか感じ取りにくいんです。わかります、はい、匂いっていうのは結構ね、自然のいろんなこうメッセージ、大事な情報ですので、できれば、少しね、こう匂いを嗅いでもらったりとかいうようなことも体験してほしいなというふうに思ってます。ぜひこれからも近藤さんにそんな貴重な体験の方またどんどん紹介してください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どんどん情報を発信していきますので、よろしくお願いいたします。楽しみにしてます。ありがとうございます。